はようございます。5月24日月曜日ですね。昨日の、何時か昨日ね夜の10時半ぐらいかな、夜の10時半ぐらいにここに今ここに着きましてね、でずっと泊まってて今から荷下ろしします。バラです。今日はもうバラ全開です。バラ全開なんですが、一応ね下ろし、着きますんで、助っ人がいますんでついてくれるんですよ。積みはね結構大変なんですけどね、基本まあ一人でね積み込みにするんですけど、おろしはね人が入ってきてくれるんで、なんかねどういうたらいいかな、こういう、まあ、部材なんですけどね、これをおろして、またね積みに行きます。水を積みに行きます。とりあえず下ろしてきます、はい。富山の、荷下ろし完了です。ありがとうございます。何かトラブルとかではなかったですかね。なかったですね、はい、はい、ありがとうございます。お疲れ様でございました。あ、どうもありがとうございます。またよろしくお願いします。はい、はい、どうも失礼します。荷下ろし完了。暑い。はい、荷下ろし完了ですね。はい、ほぼほぼやっていただきまして、ほぼほぼやっていただきまして、当て物を、外して片付けるという、はい、それで結構な汗をかきました。はい、カゴメトマトジュース、はい、じゃあ、行きましょう。行きましょう。はい、今から水を積みに行きます、はい、約45キロですね。はい、行きたいと思います。はい、お疲れ様です。積んでいただきました。積んでいただきました、ありがとうございます、ね、リフトで積んでいただきました。暑いね。当てもんをね、煮崩れせんようにね、当てもんを当てるわけですよ。暑い、大汗、それだけで当てもん当てるだけです。はい、汗をかいております。ありがとうございます、積んでいただいて。暑いな、なんかもう28度ぐらいかな。暑い、夏先取りです。夏先取りいらん。暑い、今ねクーラーかけてね、はい、涼んでいこうというね、なんせ暑さに弱なったに言わなかったけどね、やっぱり太ってるね、まあなんて言いますか、学生時代と比べてね30キロぐらい太っとるわけですよ。で、年も食ってる、学生時代柔道やっててね、結構柔道着でねこんな分厚いの着てね結構やるわけですよ、もう、うん、格闘技ですから暑さには結構強かったわけですよ。ただいかんせんその時代よりね、
数段暑いと。その時代よりも暑い。ほんで30キロ太っておると、うん、ね、ほんで年も増す一方で、うん、暑さで死ぬんちゃうかな。一刻も早く痩せなあかんね。一刻も早く痩せなあかん。箱の中でね、バラの200やっとったら倒れるよ。ほんまね。パレットでありがとうございます。ということでね、関西に向けてね、今日も頑張って走っていこうと思います。時間11時50分ですね。はい、午前中に詰めました。詰んでいただきました。ありがとうございます。気をつけて行こうと思います。はい、積み込みしてきまして、今ね走ってるとこなん、県道をね走ってるとこなんですが、まあちょっとお腹が減りましたと。今日は朝からジャムパンしか食べてないんでね、ジャムパン一つしか食べてないんで、腹減りました。今12時半、お昼の12時半です。ご飯を食べたいなと思います。まあ積み地のね、お姉さんから教えてもらったラーメン屋行こうかな思ったんですが、ちょっとねこれ反対車線やな思ってね、よう考えたら中央分離帯があってね、反対車線で、でちょっとねこれ行きにくいなということに今気がつきました。これはね、ちょうど右の方にあるみたいなんですよ。右のねセブンイレブンかなんかがあって、これね右曲がってまた右に曲がってみたいな、ちょっとめんどくさい。かなりめんどくさい。ということで、さあ看板見えとんな、レンっていうとこ、レンハス何ラーメンレン隣、ちょっと見えとんなこれ、右にこれ行こう思ったら、セブンイレブンで、止めて、セブンイレブンで止めて、行かな無理なんですが、これ反対車線。段取り悪いと。ちょっと段取り悪いんで、ちょっと日を改めようと思います。レンっていうね、ラーメン屋さん、なんかね、店はええ感じですね。ちょっと、ラーメン屋さんっていう感じじゃないんですよね。そうだね。ということで、やめました。今回はやめました。ということで、前から気になってた、この左にある弁当屋さんみたいな、があるんですよ。安心弁当、ウェルカム。ウェルカムと書いてます。ね、そうね、ここなんか大きい左にあるね、ちょっと前から気になってたんですよ。ちょっとね行ってみようと思います。安心弁当、ちゃんと大型止めれます。大型枠がありましたね。大型枠がありましたね。まあ3台分ぐらいはありますね。ちょっとここで、弁当、安心弁当、毎日食べたい弁当、ここにありますということで、前から気になってました。ただ、初めて行きます。
心安全弁当、うん、どういうことやろ。体に優しいってことかな、うん、お弁当屋さんにね来ました、ここお弁当やったお弁当屋さんやったんですね。ここね、ここ何なんかなでね、なんかトイレがすごく目立つなってね、普通のなんかパーキングみたいなところなのかなと思ったら、ここはお弁当屋さんみたいですね。安心弁当、はい、射水市流通センターというところです。はい、なんか前からね、この前の道はね、しょっちゅうしょっちゅう通るんですが、何なのかなと気になってはおったんですが、まあ積んですぐのとこだったんで、まあ積んですぐってあんまりね、積み地で荷物を積んですぐどこかに寄るっていうのはあんまり市内にある程度行きたいみたいなところで、まあ寄ってなかったわけですけど、ちょっと気になってはおったんでね、まあ行って今日ね、今日来てみました。はい、安心弁当、惣菜とかがね、すごく充実したお弁当屋さんでしたね。ちょっとね、今日は朝からね、ジャムパン1個で、やってましたので、ここで栄養を取ります。栄養を取ります。いってまいりたいと思います。まずはお野菜から、ブロッコリーとエビのね、ブロッコリーとエビです。やはりバランスよくね、食事をねバランスよく取りたいなということでね、上がらないじゃないかよ。どうなってんだよ。マイナス15点、食べる前からマイナスになりました。うん、いや、うまい、うまいな。ブロッコリーね、体にいいんでね。はい、ここでちょっと唐揚げ、今日はご飯は普通にしました。 230g ご飯ね、 230g です。書いてあるんですね、ご飯大盛りが、330g ですから、これはありだ。塩麹の唐揚げです。炊飯器でもね、喜んでくれます。
全員ってね、ビシャーンっていかんようにね、ちゃんとね、気使った。これがどうも開けにくい。これが。これ、この容器がどうも開けにくい。まあ、一応、ね、こう、密封してね、美味しさを閉じ込めるといいますか、そういう風にしてるんでしょう。なんせ開けづらい。なんせ開けづらい。危険。これは危険。ぶちまける恐れがある。危険。なんせ開けづらい。仕方ないかな。なんせ開けづらい、ほんまに開けづらい。これねえ、まあその分しっかりね、ほんま開けづらいな。しっかりね、密封されとるということで、まあまあそれはいいんでしょうけど、これああ危ない。ぶちまけるとこやったねえ。ポイントかな。容器が、まあ致し方ないのかもしれない。この美味しさをね、閉じ込めるというか、とにかく、まあ致し方ないのかな。皮がめちゃくちゃうまい。大変美味しゅうございました。弁当、ね、安心弁当、体に優しい健康な、ね、お弁当、今日はねいただきました。ありがとうございます。美味しかったであります。たまに寄りたいと思いますね。食べるとこね、イートインスペースもありまして、非常に良かったなと。またね、ちょくちょく寄りたいと思います。お弁当屋さんね、いいですね、ヘルシー、健康でね、ヘルシーにいけるのかなと。じゃあ引き続き走っていきたいと思います。ここはね、道の駅、高浜、道の駅の高浜、福井県のね、高浜町っていうかな、ここは。ここね、お風呂あるんですよ。道の駅ね、結構お風呂あるとこ結構あるんですけどね。まあ道の駅のお風呂入ってきてね、さっぱりしましたね。はい、ね、これでね、お風呂問題も解決しまして、あとは目的地に向かって走り切るのみとなりまして、ね、めでたいことに。あとは何も気にせず目的地に向かって走って、そして受付をしまして寝るというね、それだけになりました。YouTube の動画の編集とかね、まあまああるんですが、
まあ、若干サボり気味です。もうね疲れ切ってね寝ちゃいます。まあこれもねちょっとずつやっておるところなんで、まあね、こう喋るだけはねできるんで、編集が大変なの、編集が大変なの、ね、これを動画で言うことじゃないんですが、まあ、そこは、ね、きっちりと言うてしまおうというね、まあまあ大変なんだぞー言ってね、まあまあ大変なんだぞー言ってね結構大変なんだぞーみたいなことね言うといてね、はい、じゃあやるなよってね、まあアンチの方は言われると思うんですが、それはやるわけですね、ごちゃごちゃ言うけどね結局はやると、まあこれが一応もらえますんでね、これがね、ということで残り、ね、残り頑張ってあと2時間半ぐらいかな、約100キロ、約100キロぐらい、100キロもうちょいあるか、120キロぐらいあるか、まあ、もうちょっと頑張ってね、やるということです。はい、走っていきます。はい、ね、はいはいってね、なんかありましたね昔、あーっとおっさんかさん、はいはいってこんなんちゃうかったっけな、